V8 レガリミット V8 はロールスロイスが1905年から1906年までに製作した試作車である。当時まだガソリンエンジンの音と振動を嫌う人々が電気自動車に固執していたのを見てロールスロイスの販売部門が電気自動車並みに静粛で室内は広い自動車の設計をフレデリック・ヘンリー・ロイスに要求した。ロイスはバルブを バンク外側低い位置とする当然高を極めて低く、設計した内径ファイ 82.5mm、工程 82.5mm で 3528cc、90度 V 型8気筒エンジンを、当時の電気自動車と同様床下,下に置く設計をとり、当時の市外最高速度制限20マイルパワーを超えないほど、ギア比を低くしその代わりエンジン特性を極めて、 柔軟でギアチェンジが不要なほどとした。当時的化式で黒煙を吐くのが当然だった中で、全圧送による潤滑を採用すると極めて自流を先取りした設計であり、少数が試作されたが、要求されたスペックはシルバーゴーストでも実現でき、また車種をシルバーゴーストに一本化する方針もあって、市販されなかった。エンジンは2気筒ずつ鋳造された中鉄製、 サイドバルブヘッドとシリンダーをアルミニウム製、クランクケースにボルト止めするという当時のロールスロイス社に共通する手法で製作されている。ホイールベースは106イン。4台が試作された。車種ナンバー23,925の1号車、車種ナンバー8500の3号車は、バーカー製のダブルランドオレットボディでザインビジブル、車種ナンバー4518の4号車は2席の、 バーカー製、フェイトンボディを搭載して、レガリミットと呼ばれた。レガリミットとは、当時の市外最高速度制限を、常用速度に設計したことに由来する。二号車は、写真ナンバー26,539にトラックボディを、仮装したとも言われるが、資料も写真も残っておらず詳細は不明である。内径工程から算出した数値。ありがとうございます。